こんにちは、猫谷です。今日は金のなる木を赤く紅葉させるための育て方についてお話ししたいと思います。金のなる木が今年も赤く紅葉してくれました。実は今年は紅葉がいまいちなんですけどね、去年の方がもっと真っ赤に紅葉してくれました。そこで多分去年の動画を見てくださったと思うんですけど、金のなる木を赤く紅葉させるためにはどうしたらいいですかというご質問をいただきました。ご質問ありがとうございます。私でよければ精一杯お答えしたいなと思って動画を撮っています。で、金のなる木を赤くするためにはどうしたらいいかということなんですけど、大きく3つあるかなと思います。1つ目、しっかりとお日様、太陽の光に直射日光に当てて育てる。そしてしっかりと根っこを張らせる。そして冬になったらお水を切る、という3つがポイントかなと思うんですけど、まず金のなる木は多肉植物になります。私は最初金のなる木、観葉植物と思ってお花屋さんで見つけた時ですね、買ったんですね。だから室内で育ててました。ちょっとお水をあげすぎて根腐れして枯らしてしまったという、経験もあるんですけど、金のなる木は多肉植物ということを知り、隣にねゲベリアたちも持ってきてるんですけど、多肉植物の育て方、基本的な育て方は春から秋は外の、日当たりの良い場所、太陽の光がしっかりと当たる場所の軒下、雨がかからない場所で風通しの良いところに置いて育てる、というのが基本的な育て方になると思うんですけど、そうやって、太陽の光に外でしっかりと当てて育てると、冬になるとこんな風に赤くなってくれます。はい、で隣のエケベリアたちは夏にちょっと弱いので、夏はちょっと光をね遮ってあげたりして、私はしてないんですけど、遮光とかねしたりすることもあるんですけど、金のなる木はクラスラになるので、クラスラはね結構暑さに強い、夏に強いので、夏も遮光とかなしで強い光、強い太陽の光にしっかりと当てて大丈夫です。でその代わりちょっとね冬の寒さに弱いとかあるんですけど、そしてしっかりと根っこを張らせてあげる、っていうのがここにある。こちらも多肉植物、こちらも金のなる木になるんですけど、で真ん中がね気まぐれに刺した火祭りなんですけど、この子たちも本当は赤くなるはずなんですけど、あんまり赤くなってませんよね。っていうのが今年の秋に刺したばっかりだから、まだ3ヶ月ぐらいしか経ってなくて、根っこをしっかり張っていないので、この子たちは、紅葉しなかったです。はい、今年紅葉が今一つっていうのはちょっとね取り込むのがね早かったんですね。もう一つポイントとしては、金のなる木は寒さに弱いので、私の場合は冬は室内の日当たりの良い窓の近くに置いて育てています。で今年はね12月の半ばに、結構12月いっぱいは外でも大丈夫なんですけど、12月の中頃に寒波が来て、そこでもう取り込んじゃったんですね。で、去年とかは、その後暖かくなったらまた外に出したり、昼間だけ外に出して冬夜だけ取り込んだりしてたんですけど、今年はねもう12月の半ばに室内に入れて、そのままもう室内の窓際に置いてたので、やっぱりねそれで紅葉が今一つなのかなと思います。隣のエケベリアたちは、この子たちはもう2階のベランダで、エケベリアは夏弱いけど冬の寒さには結構強い、だから2階のベランダで結構ね日当たりもよく、寒さもマイナス 1,2 度ぐらいだったらね取り込まれずに外で寒さに耐えてます。でちょっとねもうマイナス 2,3 度になるようなら、夜だけ取り込んだりして、結構ちゃんとした管理をしているので、ちゃんとね真っ赤に紅葉してくれてるんだと思います。はい、それともう一つ、日当たりをしっかりお日様に当てて育てる、それとですねあとはしっかり根っこを張らせるっていうのもポイントかなと思います。例えばこの、今年ねちょっとね金のなる木また私から仕掛けて、ポロポロねこの葉っぱが落ちたので、それをこう刺してるんですけど、どうでしょうか、ちゃんと、根付いてくれてるようです。でね、なんとなく気まぐれに真ん中に火祭りを刺してるんですけど、火祭りがぐんぐんね成長してますね。だから、
今年はね、今年の目標は金のなる木を大きくしたい、ちょっと大きくしようと思います。これ5個ぐらいね、金のなる木があるので、この子たちを抜いてこんな風にね、1個ずつ植えて、ちょっと今年はね、いろんな実験をしてみようと思います。肥料を入れてみたり、土を変えてみたり、土はどうしようかな、肥料ありなしとかぐらい、にしてみようかな。金のなる木をね、大きくしてみようかなと思います。実家の母がね、金のなる木がね、すごい好きで、だからね、プレゼントしようかなと思ってたんですけど、なんか親戚から金のなる木をもらってきて、それがね、すごい大きいんですよ。8号ぐらい、8号の8ぐらい、8号ぐらいの鉢に植わってて、それがなんとね、枝っていうんですね。そこのお宅の枝を切って、持って帰って刺してる。だから本当の親株はもっと大きいってことですよね。すごいと思って、だからもうちょっとね、実家の母には必要なくなったので、私の、金のなる木も大きく、自分用にね、大きくしようかなと思います。そしてこの鉢は火祭りの鉢、火祭りもね、火祭りだけでこれぐらいに植えると本当にね、火が、炎みたいに、ね、なって、お店で見たんですけど、これぐらいの鉢に火祭りを植え、何株か植えてるとね、真っ赤になって、すごく、迫力があったので、そんな風にしようと思います。エマちゃんが来てますね。エマちゃんどこいるかな、あ、どっか行った。あともう一つ、金のなる木で私が最近思ったことは、最初の頃はね、金のなる木育て方を調べて、ちょっとね、雨に当たると病気になりやすい、灰色カビ病とか、雨がかかるのが良くない、だからお水をあげる時もこの葉っぱにかからないように、この鉢の土のところにお水をあげるようにということだったんですけど、なんかそうやって育てたんですけど、今年の夏はね、結構雨に当てたり、雨ざらしにしちゃったり、シャワーの水を頭からかけたりして育てました。でも意外とね、病気ならなかったですね。だからあんまり恐れすぎなくてもいいのかな。これはあくまでも私の場合、なのでやっぱり病気には気をつけた方がいいと思います。あくまでも一つの例として参考にしていただければと思います。はい、ということで今年は、金のなる木を大きくしようと思っています。なのでこれからも、いろんなことを試していこうと思うので、どうぞよろしくお願いします。最後まで見てくださってありがとうございます。皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。